2024年ガールズフレッシュクイーン大予想。はい、高知競輪場よさこい賞 G3 のですね、最終日の企画として組み込まれている2年目以下の7人のメンバーで対決するガールズフレッシュクイーンが開催されます。かなり熱い大会になっております。で、まずメンバーはこちらです。ね、かなりのもう今イケイケのメンバーの7人で揃っているんですけれども、今回あとポイントなのが高知競輪場ということで、まあ、500バンクなので、まあガールズは基本まあ最終週のまあ第1コーナーぐらいから仕掛け始める。なのでそんな細かい展開にはならない。なので本当一発一撃で勝負。キーパーソンはこの2人。はい、私はかなりこの2人をキーパーソンとしてます。はい、まずこちら松井選手に関してはもう最近はもうとにかく逃げる姿勢が、でかつ別に逃げだけじゃなくて結構まくりもあるし、なんかマークもあるしみたいな、で位置取りをちょっと気にしてよくやってるので、やっぱ前々こうまくり一撃になるよりは最近こういうグレードレース的なね、ちょっとでっかいレースに関しては結構先行して前々にいる勇気のある人の方が僕はいいかなと思います。だって基本みんなどうしようどうしようみたいな、と緊張してるか、その攻めるのが遅くなって一発なんでね、攻めるのが遅くなっちゃってまくり届かないっていうパターンが結構あるので、思い切って先行してガン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 前にいる選手の方がこういう一発レースにはいいかなと思いまして、はい、川内選手もうね、やっぱ去年唯一出てる人なので、その経験っていうのはかなりでかいかなと。最後かなり伸びてくる力もあるし、自力も結構ある、最近ついてきてるんで、この2つがレースまでのね、そのメンタル的な持ってき方も含めてかなり有利なんじゃないかなと思っておりますので、なんでこの2人を軸にした買い方していきたいと思います。ではまずこちら、はい、1位の256、これ1は折り返してます。これはもう完全に S 取った松井選手が前受けでやって、で多分先行仕掛けてくるの畠山翡翠が多分仕掛けてくるんで、それの番手にはまる、でそのまま入ってって最後に第3第4コーナーでかわして伸びてくるパターンですね。でその後ろにはマークしてるメンツ、マークがうまい川内選手、あとまあこの選手のことをよく知ってる篠さん、松井選手のことね仲いいんで、で篠さんがマークしてるか、まあ、あとは力勝負の竹野選手が一緒にいるんじゃないかなと。でここ最後折り返したのはもう完全に500バンクなんで直線ないが長いので、最後刺されちゃうかなっていうことを踏まえてやってます。やっぱ翡翠はやっぱちょっとどうしてもやっぱガシャバン的にもやっぱちょっとそのここからの攻めになっちゃうと思いますんで、最後持たないかなと。いくらそんな展開少なくて足使ってないといえども、やっぱここメンバーだったら最後られちゃうかなっていうパターンなんで外しました。まあ、もしかしたら3着に入れてもいいかなっていう、点数余裕だったら3着に入れてもいいし、折り返しなかったらっていうパターンでも考えられます。はい、考えられるパターンはまた2つ、最後ぐっちゃぐちゃになる、はい、ぐっちゃぐちゃになるので頭はもうこちらのメンバーにしました。はい、まただ2日です。イケイケお祭り女、まただ2日が最後伸びてくるんじゃないかなと。最後まただ選手ですね、初優勝した時にやり方が畠山翡翠のマークしてて最後ゴールでかわして優勝っていうパターンだったんですね。で今回もそのイメージで来るんじゃないかなと思いまして、ちょうどいいシャバンなんで、もう後ろついてるんじゃないかなと。そのままかけてもらって切って、でそのまま番手みたいな入りまして、最後直線一気に伸びてきて頭まで。だけどもうやっぱこうなっちゃった場合はもうみんなぐっちゃぐちゃになっちゃうと思うんで、ちょっと誰かはわからない。まあ、あとはこの56はやっぱそのさっきの逆っすね。もうさっきと全く一緒なんですけど、松井選手が竹野選手の後ろについてって最後刺してくる。松本篠さんもね、最近もうレースの組み立てうまいんですよね。着内には入ってくるんじゃないかなと思います。でやっぱ力最近つけてる佐伯さんも入れて456頭で1、2で挟みました。はい、やっぱここね、やっぱちょっとでも怖いですね。やっぱ基本は1、2、5、6のボックス行こうかなと思うんですけど、やっぱちょっとここがね怖いですね。はい、ということで、はい、畠山さんは残らないんじゃないかな。ちょっと結構仕掛けるから、やっぱどうしてもやっぱガールズの場合だと先に仕掛けるのと不利っていうパターンが、逃げ切りパターンってそんな
後ろでごちゃつかれない限りは多分ないと思うん で多分ごちゃつくメンバーそんないないと思うんですよね。地元地区からの怪我明けの春日藤原がちょっとどうなってるかっていうとこなんで、ちょっとそれはコメント見ながら当日書いていこうかなと思います。で、はい、行きたいなと思っておりますので、はい、そう簡単に1221折り返し前にはもう絶対ならないと思いますんで、高配当ゲットチャンスなんで、ぜひ皆さんやってください。それでは絶対に満車取るぞ。篠田さん頑張れー。